こんにちは。こんにちは。お別れのお時間です。今日はですね、ついに結構前、ちょっと前にあの、うん、動画であの狩りをしていたムカデを召喚する動画です。ギルドガーディアン。ギルドガーディアン。ギルドガーディアンを召喚するために今日は私、塔の管理者マスさんのところにやってきました。ここで、あ、江島さん来ました。話しかけてみましょう。はい、はい。ガーディアンっていう項目だね、うん、あ、そうか、ギルド管理人じゃなくて、うん、塔の管理人の人なんですね。塔の管理人です。で、召喚。召喚、うん、はい。というわけでビメシュナイダーの素材が今996個、うん、あと3個、あと3個納品しましょう。持ってるんですか？持っております。素晴らしい。でもこの996個まで入れてくれたのはあのみんなの力ですね。一人じゃ無理ですね。これはね、一人じゃ無理、うん、無理。あのこれみんなのギルメンとね、一緒に頑張る、このいいよね、うん、共同のもなんか目標みたいなのがあってね。みんなのペットですからね。そうです。クラスで飼うウサギみたいなもんですよ。ムカデですけど。ムカデですけど、あんまりいないですね、ムカデ飼う人。じゃあ納品しますよ。いきますよ。はい、納品する。3個、納品。高い。アイテムを納品。ビメシュナイダーに納品したわけではないですけどね。まあね。え、これを納品したよ。どうすんの？わかんない、したことないんで。もう一回召喚をするんじゃないですか、うん、ビメシュナイダー召喚がもう押せなくなってる。押せない。じゃあ一回閉じて、うん、閉じて話しかける。ガーディアン召喚。召喚。なんだこれは。わかった。イメージか。それだ。いないぞ。違う。じゃあ施設でちょっと下行ってください。ケージ拡張建造。ケージ行きました。ケージ2個目。それこれじゃないですか。何これ、わかんないけど。ケージを建造しないといけないってこと？わかんない。え？まだギルドガーディアンは召喚できていない。召喚はできるけど。わかった。何どうすんの？これができるのはギルドマスターじゃないか。なるほど、ギルドマスター。ちょっと画面お願いしますよ。ほら来た。ほら来た。チェンジ。私の画面チェンジ。パッて切り替えますよこの後、うん、ポン。はい、お待たせしました、はい、画面あのギルドマスターの江島さんの画面に切り替えました。では早速お願いします、マスター。はい、ガーディアン召喚。ビメシュナ、イエス。今度はね、さっきと違って召喚が押せますよ、うん、奥義打たれてる。コンフィグ下げてないのね。いいっすか。いいっすよ。いいっすか、うん、みんなが頑張って集めたこの999個、解放していいですか。はい、はい、行きます。チーズ。あー、召喚した。防衛任命がされていないため、このガーディアン任命。あ、なるほどね。ケージを拡張して、うん、ガーディアンが何体かいたら今回の防衛はこいつで行くみたいなのができるんだ。決めたみたいな感じだね。ちょっと見てみましょうか、うん。おお、ビメシュナイダー、すげえ。キモ。かわいいギルドのペットですよ。なんかこれお腹3つ目から色違うんですね。うん、違うんだね。キモ、うん、高橋くん見たらうえってなる。やばいですねこれ。いやこれね、検索してほしいんですけど、うん、あの群馬の名物で焼きまんじゅうっていうのがあるんですよ、うん、そっくり。え、焼きまんじゅうにそっくり。え、気持ち悪いって言った後にそれ言っていいの？いいですよ。あの焼きまんじゅうめちゃくちゃ美味しいんで。あ、そうなんだ。ぜひね、あの食べてみてください、はい、焼きまんじゅう、うん、気持ち悪。ステータスってどういうこと？振っていくのこれから。今まだレベル1なんだね。育てたい、うん、どうやって育てるんだっけ。確かギルドポイントだっけこれ。どうやるんだ、ケージ。あ、今ケージ。あ、育てる、レベルアップ。レベル上げよう。ステータスアップもありますよ。レベル上げたら、レベル上げるとステータスポイントがもらえるんだ、うんうん、いやこれ、うん、育成方針はね、ちょっとみんなで話し合いましょう、うん、そうだね。でも何個かまでちょっと上げない、レベル上げたいですね、うん、上げましょう、うん、
レベル1から2になりました。ステータスポイントさっき10あったのが11になった、うん、レベル1上がると1ポイント、うん、でさっき GP600 だったのが1000になってる。入れちゃえ、うん、どっかで頼む。あ、また1000だ、うん、入れちゃえ、またせ入れちゃえまたせ入れちゃえ。1000って結構意外となんかハードルそんな高くないね。2000入れちゃえ。あ、2000になった今ね、割かし結構ギルドポイントあるからね。しゃ、いけいけしゃ、いけるとこまで行ってみよう。おわ、次3000なんじゃない。あー、一気に増えた、一気に増えたね。波数きた、うん、何の波数よ。4019あーあどこまで行く。もうそれはね、ああ緩やかな上昇。1万いった、うん、これあんまり調子に乗ると怒られるいやマスターなんだから。 GP 納品してくれたみんなに怒られる。そうだね、でもガンガンいってるやん、ガンガンいってるやん。いやこれ怖いな、怒られるな、あんまりやりすぎるとガンガンいってるやん。でも2万超えてきましたよ。2万超えてきたね、やばいな早い早い。3万超えたんじゃない。3万7000あ、4万3000、あ、5万2000、ガンガンいく。おー、減った。え、4万いくらだった今減った、これ謎の現象、バグでしょあ、増えた増えた、5万3000、5万9000、6万7000、7万6000、いくねえ、これ相当このビーメンシュナイダー強くなったんじゃない、うん、まだステータスポイント振ってないけど44ポイント、うん、振り直してできんのかな、あの我々のあのステータスはできないですか。いやできないでしょ、できないよね、わかんないですけど、それどれに振るかちゃんと考えたりみんなと相談しないと、もうそこはマスターの独断と。これはね難しいですね、うん、難しいね。普通に考えたらディフェンスとか HP とか長くいってほしい、無難、うん、だと思うんですよね、うん、ビメシュナイダーって魔法攻撃使わないですよね。使わない。だから例えばこのペットで、うん、MATK とか上げちゃうとなんかよくわかんないことになる。クリティカルっていう項目があるんだね。これあれですよね、多分クリティカルもらうあれも少なくなるんでしょうね、うん、きっとプレイヤーと一緒で、うん、つまりうん、うん、何に振ろう、何に振ろう。まあ、でもやっぱり、防衛って時間じゃないですか、うん、何分守れるかみたいな話なんで、ね、うん、耐久を上げていくのが普通なのかな。ちょっと考えましょう、これ、うん、怖いんで、うん、なるほどね、すごい。これね今のところ当のあの防衛の時にしか使えないんで、ね、あんまりうちの可愛いムカデちゃんを紹介することはできないと思うんですけど、はい、ケージに見に行かないとね、うん、いつか見せたいです ね、 そうですね、みんなに、うちの可愛いムカデ、まあ、だいぶ道のりは長いね、長いですね。まず塔を取らないと、ね、塔を取らないといけないっていうハードルがめちゃくちゃ高いんですけど、塔を取って塔を取った時の防衛で、うん、初めて見せられる、うん、忘れてた、大事なこと忘れてた。何ですか。これペットなんですよ。ペットですね。家で新しくペット飼ったらまず何しますか、はい、うん、名前をつける。え、ペットの名前募集、ムカデの名前募集おで、あの NC だけ言っておくと、はい、高橋くん高橋はダメ、あれは NG です。え、村井は OK なの。マックスとか村井は OK なの。ギリギリ OK、 ギリギリ OK、うん、じゃあ S 島はちょっと嫌かなじゃあマミルトも、まあまあギリギリ OK OK なんかよはい、で名前を決めたら、うん、マミルトン日記で報告します。おお、この名前採用しました。はい、はい、そんなわけで今回は、はい、ギルドペットの召喚でした。いやー長かった。うちの可愛いムカデちゃん可愛いですね、うん、顎しゃくれてるからね、気持ち悪い、はい、こちらのムカデちゃんの名前を募集しております。皆さんどしどしご応募くださいということで、今回はそんな感じでした、はい、ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。 YouTube でご覧の方はチャンネル登録を、ニコニコマックスのライブでご視聴の方はお気に入り登録を、何卒よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。